とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ここをね試してみようと思うのよ。これ史上最大の脱走、ここって生徒が捕まってるでしょ。その生徒を全員脱走させたらばどうなるのか、これをちょっと試してみようと思う。まあ普通にクリアはできるよ、クリアはできるんだけども、生徒はある程度見殺しにしてくるでしょ。全員助けるとどうなるのか、今日はそれを見てみよう。では行こう。もうほんと一人残らずね、一人残らず助けよう。まずはここね、あ、この檻の中にいる人とかも全員助けていくから、こういう感じで。あとここは4人ぐらいいるかもね。それを全員ちょっと助けよう。でその次、その次のステージもね、全員一人残らず救出していきます。あ、ここさ横に入れるんだね。お前も逃げろ。あ、特になんもないんだな。まあこういう感じでやっていきます。これ全員助けるのかなり時間かかるわ。まだこれ1回だけどもう10分以上かかってるね。やば、あ、ちょっと待って、やば。あとこの上に1人いて、そいつを助けたらこの回は全員終わりだね。いいねは結構もらえる。うん、1回につき1500ぐらいもらえるかな。そんぐらいはもらえるんだけども、え、それだけ？もしかしてプラスアルファなんかないんか。あ、ここにもいた。危ねえ、見逃すとこだった。大丈夫、全員助けるからね。よし、ちょっと待って、あとはいないね。あとは全部いってるはず。しゃあ、もう少しで終わり。あとこの先を見て終わりだな。2人いた、2人いた。でその先にはいないよね。いないね。よし、ここを最後の1人、これで全員だ。しゃあ逃げろ。あー、次行こうか。おい、こっち思いっきり向いてるよ。よし、全員救出。どうなる？ここにいる人間が増えるとか。いや、増えた感じはしないな。全く何もなってない気がするんだけど、なんか変わった？あ、ちょっと待って集めすぎた。オッケーオッケー。特に変わりないけどな。倒し終わったね。あ、いや、小町の方がいた。特に何か変わった様子。あー、なんか人は多いのかな。どうだろう。まあいいや、一回クリアしよう。このギャラリーが多いかもしれないしね。お、すでに一人いるよ。すでに一人そこで見てる。よし、いや、一人しかいないんかい一人かい。そんなはずないでしょ。100人近く助けたよ。あ、後ろにいる。いや、そんなにいない。なんだろう、特に何もないの。全然人、ギャラリーもいないし、何もないのか。はい、それでは結果発表。赤点取らずの捕まってる生徒全員を助けると何にもならない。だね。
もらえるいいねが、まあ、合計で1000ぐらい多くなる。それぐらい。なので、まあ、20分ぐらい時間かけてやる意味はないね。むしろ助けずに、どんどんクリアしていった方がいい。これは間違いない。何かあると思ったんだよね。全員助けると、特殊なバフがかけてもらえるとか、そういうのあると思ったけど、全く何もなしです。うん。まあ、骨折り損とは、このことだね。はい。では、またね、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。